プロバディア、プロバーディ、プロバディア。ブルガリア内のプロバディアの一中世の要塞跡。中世の要塞跡プロバディアは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。バルナ州に属する。プロバディア側に沿って、カルストの窪地の中にあり、黒海岸からもそれほど遠くない。プロバディアには、古代の関税局があった。塩分の強い光線と、温厚な気候。 そして取り巻く山肌にある総延長7 0トルに及ぶ洞窟で知られる。ソフィア及びバルナからは鉄道で結ばれており、バルナとはバス路線でも結ばれている。プロバディアの歴史的な名称には、プロバとオベチ、プロバント、プラバディなどがある。ギリシャ語の名称は、ギリシャ語で羊を意味するパイローベータアルファータウンに由来し、中世のブルガリア語の名称も、 お馴染みのオベザに由来している。プロバディアは中世の要塞であり、その遺構は今日まで保存されている。遺跡は訪問者に開放されている。中世、町は第一次ブルガリア帝国の重要な拠点であり、現在のラブナにあたる場所には修道院がある。修道院の教会は897年4月23日に正規予施され、この他にプレスラフ学校の謝辞室もある。 東ローマ帝国に対する抵抗の指導者で後に、第二次ブルガリア帝国の皇帝となったイバイロは、1279年、この地にて一万の東ローマ軍を打ちまかした。第二次ブルガリア帝国の時代、14世紀にこの地に、不死教山が置かれた。1388年、オベチは、長い包囲の後に、オスマン帝国に征服された。17世紀から18世紀にかけて、プロバィアは、 オスマン帝国の商業拠点となり、多くのユダヤ人やラグーサビトが居住した。16世紀17世紀ドゥブロブニック様式の教会は、現在でもドブリナ近くに建っている。プロバディアの南には岩塩港が走っており、3900メートルにわたって、使い切れないほど大量の岩塩交渉があると考えられている。過去7500年間の間に、この塩は、 散発的に採掘されてきた。現在はデブニャのソルバイ社の一部となっているプロバザル AD が所有している。採掘された後の空洞の一部は天然ガスの貯蔵施設として使用されている。プロバディアはドルジェバガスパイプライン及び計画中のサウスストリームの重要なハブである。町はまた温泉施設の拠点ともなりうると考えられる。 その塩の光線の成分はカルロビバリに類似している。ランボバクした民族史学複合施設、およびドブリナとマナスティルの民族史学コレクション、プロバディアの石窟修道院、9世紀から10世紀ごとのラブナ修道院の移行、そしてその複数の異なる言語、文字によって書かれた文書から、ウンベルト栄子によって言語研究所として記録された。 プレスラフ学校の重要な拠点がある。南極のグリニッジ島にあるプロバディアサシと呼ばれるサシはプロバディアにちなんで命名された。プロバディア基礎自治体にはその中心であるプロバディアをはじめ以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。